どうもおはこんばんにちは、ホビドワです。キャッスル・イン・ザ・ダークネスプレイ再開していきたいと思います。さて前回ホワイトオーブというアイテムを入手しようとして入手できたはいいが戻ってこれなかったというね、入手した状態で、なので死んでなくしてしまいました。もう一度入手しに行こうかと思います。今回こそゲットしたいところ。あれほんと難しいんだよな。まさか帰りに死ぬとは思ってもいなかった。さて今回本当にちょっと慎重に行かせていただきます。 HP に余裕があったらね、もう少し罠とかを見る余裕があったのかもしれないからな。ただあれなんだよな、罠で即死してしまうから、そちらの方が心配だな。敵に殺されるより、まあ両方ね気をつけないとダメだけど、こういうのが一番危ない。で、ダッシュダッシュダッシュ。あれで死んだんだよね、確か。ここを通ったっていう記憶はあるんだよ。踊りで。サーペン倒して、こいつは若干ご利用しても大丈夫。で、ここのちょっと先でもうゴールだっていうことを分かっているから、ここ来て、ちょっと待って、ここ当たらないんだよね、確か。この待ってでこう。で、撃ってくるやついる。一発ぐらい大丈夫。あ、そうか、サーペント出るんだっけ。ちょっと角度が悪かった。よし、オッケー。で、あそこが確かゴールだったかな。ホワイトすごいよね、人の慣れってね。ここまで来るのに何回も前は死んでいたのに、今回1回で来れたんだもんね。自分でも信じられないよ。そしてこのホワイトオーブが何なのかが実はわからないんだよね。 HP が上がるものなのかどうか。やべえ、無駄に一発食らってしまったかな。これで速攻左。よし。あ、ジャンプでもあれ避けられるんだね。普通に避けられないと思ってたよ。さてここで問題はこいつだ。よし。あと1回殴ってたら多分倒せてたな。そして HP は若干残っている。あと罠で即死するのが怖い。あとこういうやつらヤドカリ怖いよ。ダッシュだな。ここもね、もう多分すぐ行っちゃうと死んでしまうと思うんだ。やばい、無駄に一発食らってしまった。そしてこの先がね、こいつらがいるんだよ。こいつらに殺された。おわお。お分かりいただけるだろうか、この恐怖。オーマイガー、オーマイガー。これで倒せないものか。ダメか。はあ。怖い。ヤドカリ怖い。怖いよー。あそこ死んじゃうよー。いけた。あ、お前がいるのか。いけてる。あー、つけたよ、セーブポイント。もう今回のパートはここまででいいんじゃないかな。精神的に来たよ。よし、ちょっと、アイテム確認。あ、ここじゃないんだ。レイクってことは、ホワイトオーブ。謎。後で使うものってことかな。なんかラスボスとかで使う系のやつ、それとも何か条件を満たさないと効果が発揮されない？わからないな、まだ。まあ、とりあえず、何らかの隠しアイテムって感じだったのかな。まだ何のために使うのかがわかりません。なので、とりあえずこのまま進めていこうと思います。何だったんだろうね。おそらく、このダンジョンって全部行ったんだよね、行ける場所は。なので、普通に戻っていこうかと思います。そして、これ忘れてないですよ。ここで確かもう一箇所あったんですよ。この水を泳ぐっていうスキルがないといけないって場所。あそこの先に何があるか、ああ見てみましょう。あそこの先にね、何があるか見てみましょう。俺がああやって死に続けなければね、いけるはず。ケーブ・オブ・サーペント。おっと危ねえ。おっと危ねえって言って、当たりに行ったよね、俺。まあまあいい。まあ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 。オッケーオッケーオッケー。よし。確かもう一つが、もう一つ泳がないといけない場所は、確かどこだったかな。ブーメランのあった部屋の先だったっていう風に記憶してるんですよね、俺は。合ってるかな。もうちょっと後ろってことかな。こっちだったっけ。ちょっとうろ覚えですからね。間違ってたらすいません。こっちだったかな。あ、ここだ。こっちかな。こっちだか、洞窟の中だったかはちょっと覚えてないけど。あ、ここだと思う。うん、ここだ、ここ。これを取ったら、前回でコメントしていた、知り合いが言っていた、アグロフォレストの、ああ、ラーミアってこと？ラーミアって言うんだっけ？下が、下半身がヘビの人。それっぽいんだけど。うん。まあ、で、おー、宝箱がある。なんだこれは。ソウルブレイザー。お、魔法か。後で試してみましょう。さて、で、ワープまで行って、知り合いが前回言ってた、アグロフォレストに入ってすぐに、アイテムがあるのを取り逃しているよって言われたんですよね。なので、それを探してみようと思います。どこだ？なんかもう取れるっていう風に言われたので、多分、あると思うんだけどね。まあ、下手するとね、ないかもしれないけど、知り合いの勘違いっていう可能性もあるからね。大丈夫でしょう。探してみましょう。こっちの上だよね。ここら辺で上登って左側でワープかな、確か。あれ違うっけ？違うね。セーブはしとこう。しかしここの BGM は落ち着くな。一昔前の RPG の BGM みたいな雰囲気なんだよね。ちょっと物悲しい BGM って言えばいいのかな。そんな感じ。ここだったっけね、ワープ。あったあった。じゃあまずはアグロフォレストか。アレクシャンドリアから行って、右へ行っていくと、アグロフォレストだよね。あと忘れてはいけないのが、前回で実はミュージアムの鍵も手に入れているので、そこの先に何があるのかを探して、探索してみようと思います。てか、あれだな。ここら辺俺、歩き回っていろいろ手に入れているのだけれど、こちらが正しい道なのかな。ほら、なんか、ワープストーンを手に入れた時点で俺、後ろに戻ったじゃないですか。あの先に何があるのかわからないんだよね。もしかしたらあの先、進めなかったかもしれないんだよ。本当に後ろに戻らないといけないっていうね。かもしれないけど、まあ、どちらにしろ、後ろへ戻ったんだよね。アイテムを回収したかったので。このゲームはアイテムちゃんと回収した方が簡単になるからね。特にボスとかを倒すと HP が上がるからすごい助かる。で、問題はあれなんだよな。アーマーと、実は剣は、今持ってるやつはもう、3パートぐらい前からずーっと同じやつなんだよね。まあ、後ろに戻って探索しているから、当然といえば当然なんだけれど。ちょっと待ってね。アグロフォレストに着いた。オッケー。で、どこにあるんだろう？なんか入ってすぐの場所だよっていう風なことを言われたんだよ、俺。入ってすぐ？入ってすぐもうセーブポイント、2個目のセーブポイントに着いちゃったよ。何があるって言うんだ？壊せる壁とかがあったのかな？ここかな？あ、ここだ、多分。おお。もうドンキーコング。ドンキーコング3あたりで確かこういうステージあったはず。よし、いけてる。あ、あるね、宝箱。あれだ、多分。何？どんぐり？ウィローナッツ。何に使うんだろう？これも、あれかな？ HP アップ？ HP アップだったら助かるな。すげえ有用だよ。さて、多分、ここの場所で取り忘れていたのが、まあ、知り合いが言ったのはこれだけだったからな。多分これだけだと思うんだよね。ここ探索してたしね。だから、序盤のミュージアムの方に行きたいと思います。ちょっと、見てみよう。あれなんだか。アイテムかな。あ、こっちにある。で、HP が4上がる。おー、いいね。これで6プラス6だから、計12上がってるんだ。いいね。30だったのが34になったってことだよね。結構上がってる。さて、ちょっと確認しよう。ここ、一つないんですよ。ここ、アックスですね。取り忘れてたわ。先にあっちへ行った方がいいかな。アックスね。忘れる前に取った方がいいかもしれない。そして何気にここら辺、揃いましたね。あとここ。ここでショックまで行くって感じだよね。オッケー。レリックは、ミダスがまず、これとこれが実は取らなくてもよかったアイテムなんだよね。だからここもそれなのかな。で、セーブをして、とりあえずワープポイントまで行きましょう。さて、ここで、ちょっと、どうするか迷ってるんですよね。一気にミュージアムに行くのか、ミュージアムに行く前にアックスを手に入れてしまおうか、っていうので、ちょっと悩んでいます。アックスが、もしかすると、何かの攻略で使うアイテムかもしれないんだよね。このゲーム、何気にブーメランすら攻略に使えていたから、ありそうだな。先に、入手方法を分かっているアックスの方に行こうと思います。ミュージアムはその後でも大丈夫だろう。ついでにアックスが置かれている場所に、あれですね、アックスを取りやすい場所を見つけるまで、要は敵がね、こう画面を出てすぐの場所にいるっていうところを見つけるまで、あそこの探索も兼ねていこうと思います。本当にあそこが悪魔城ドラキュラの後ろにしか見えないんだけど、エントランス。さて、で、あいつらが出ていた場所どこだったっけ？キャッスルエントランスだっけ？ウィンディールインだっけ？覚えていないんだよな。ここだ。間違いない。CD 変えるやつな。グランドホール。オッケー。こっちではないんだ。このどこかであいつがいるんだよね。マックス投げてくるやつ。そいつを探してもうちょっとで落ちるところだった。今ヒヤッとしたよ。とりあえず場所を探してあいつをリンチにしなくてはいけないわけだ。すいませんでした。あと1回で記念すべき100回目ですよ。前回で100まで行くと思ったらそんなことはなかったからな。お前だよ、アックス落としてくれよ。おお、危ね。本当に危ね。精神的に良くない。待って。いけないよね。ああラスキーか。ここもラスキーなんだ。オッケーオッケー。なんか、あれ、何気に前回も見つけたよね、俺。あ、こう、やれそうなんじゃないか？うん、でももうちょっと簡単なところありそうなんでね。ああ、そういえばあったね、こういう場所。なんか、暗くて見えないみたいな。探さないとな、ちゃんと。あれ、多分なんか道具があると明るくなるってことだよな。クリボーだな、あいつ。ああ、ここね。そういえばありましたね。これでページはでも2個目かな。まだまだないんだよね。で、こっちはいけないよね。右は行くとさっきの場所に出る。うん、オッケー。本当にあいつを倒しやすい場所を見つけないといけないんだけど、難しいな。うん、クリボーみたいな倒し方だな。いけるとは思ったけど。予想外。上のを取ったことになっているよな、おそらく。アイテム確認できないのが残念。ポーズメニューっていうのがないんだよね、このゲーム。ごめんなさい。いきますよ。もう序盤でね、手も根もできたので、許してください。こうかな？左でもなんかありそうだな。あ、これ乗れるの？ああ、乗れるなら、うん、いいんだ、俺は。別にね、大丈夫だよ。おっと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 。おっと、危ねえ。これで、あそこが、開いたかな。これって何気に2段ジャンプなくてもいけたのかな？俺もこういうところ2段ジャンプなしじゃ行きたくもないんだけど。あ、コインか。コインすげえ溜まってるな。なんか、探索、3パートぐらい前探索し始めてからだと、もう1万近く上がってるんじゃない ?4000 ぐらいだったんだっけ持ってた。あ、やはりいけるのか。何あいつ。ごめんなさい。私は死んでいます。え、これだけ？これは、でも、何のあれなんだ？何のイースターエッグというかパロディというか。何のあれだったんだろうわからないけれど。なんかの俺が知らないゲームだよね、絶対。そう、アックスが入手できん。どこかにやりやすい部屋はないのかだろうか。あれなんか、ああ、あれか。やっちまった。こういうことだな。よし。そして何気にこのステージ、2個もページがあったね。このステージというか、この階層なのかなレベルって言えばいいのかなとりあえず、アックス。壁壊せそう。あ、チキンがあったところね。オッケーオッケー。あ、ここや。ここが多分こいつをリンチするのに最適な場所や。よし、また繋げた方がいいかな。前回ちゃちゃっと出てきたから、可能であれば繋げないでこのままね、見つけたいところではあるんだけれど、出ないときはきっとこれ出ないんだろうな。ね、出ないね。で、このままどのぐらいここにいるのかがわからないので、ちょっと繋げようと思います。繋げるぜ！ちょっと待て。ちょっと待つんだ。繋げるぜって言って、一回右の方行って左行ったら出てきたんだよ、これ。アックスだよ。アックスじゃねえよ、しかも名前が。エゼキューショナーって出てますね。俺ずっとアックス言ったけど、全く違う名前だったというね。あと左側俺探索したかどうか覚えてないんだけど、どうなんだろう。とりあえず、セーブポイントの方まで一回戻ろうと思います。右側、セーブポイントがあったかどうかを全く覚えてないんだよね。あっち探索したか、多分。探索したろうな。あっちから来たってことやね、多分。探索したとか、どうのこうのの前に。よし、セーブ。さて、あとはワープポイントなのだが、どこだったかな？右上ではないね。右上は全く違うところにいるな。ワープポイントまで戻って、残りの、行ってない場所とかに行こうと思います。とりあえず、現状、多分戻っていける場所がミュージアムなので、ミュージアム方面へ行こうと思います。あれですね、アレクシャンドリアから、確か行けたんですよね、向こうの方。こちらへ行ってみようとは思います。こっちで場所合ってたかな？セーブがあって、ああ、ついでだ。これで、あれ武器だよな、絶対。あったあった。これでとりあえずルニックブレードまでは全部取れたってことか。ヘビー、バット、ベリー、パワフル。強いけれど、あ、なるほど。こうやってか。下にあるものが押せそうだね。スイッチとかがまたあれば。とりあえずは剣だよな。あと、これはもうあれしかないな。やはり一番大きいのが鍵を手に入れたことだろうか。鍵があるからミュージアムの。これで酒進もうと思う。ここダブルジャンプだったっけ？ここワープゾーンだったんだっけね。ダブルジャンプを取ってすぐ後ろに戻ったんだよね。俺、今さっきワープストーンを取ってすぐ戻ったよね、みたいなこと言ったけど、実際は違う。アレクシャンドリアでだ。どこだっけ？後ろ、もうちょっと後ろの方だっけ？ミュージアムがあるのって。前に進むとアグロフォレストだもんね。もうちょっと後ろだよね。で、セーブ。クロックタワーではない。ここはね、確か上の方から帰るんだったかな。ボムだよ、ボム。序盤はすげえダメージ多いんだろうな、あいつ。やっちまった。こちらが食らうダメージが多いと思うんだけど、序盤、あいつの爆発に巻き込まれると。今はね、結構 HP も余裕があるし、防御力も高いから、そんなことはない感じだけどね。そういえば HP 最大いくつなんだろうね。今34だけど、かなりまだボスいそうだ、このゲーム。普通にこのゲーム、えげつねえボスいるからな。こういうの楽しいですよね。やってもやってもボス出てくるんだもんな。俺大好きだよ、そういうの。で、ボスによってやはり攻略の仕方が違うから、かなり楽しいですね、バトルをしていて。多分今まで戦ったボスで一番強かったのが、戦ってる時も俺一回カットする羽目になってしまったけど、カエルのボスの2回目のやつですね。あいつめちゃくちゃ強かったよ。本当に強かった。あ、ここだ、ミュージアム。これで、左なんだよね、確か。左へ行っていくと、なんか鍵がかかってますよっていうところがあったはず。ここだ。あれ、ここなんじゃないのか？なんだこれは。ハート。あ！このためだけってこと？ありがとう。ちょっと、期待外れってわけではないけど、そしてこの敵たちは何だろう？あれかな？ゲーム制作をしている時に作る予定だったボスたちってことかな？結局作らなかったよ、みたいな。なのでここに置いてあるよ、っていうデベロッパーのあれかな？制作者が入れたのかな？何が一番難しいってね、帰りが難しいんだよね。ああいうところ。わかったわかった。もう一回行くよ。でも、ミュージアムの鍵ってこれのためだけなのかな？これ以外って特に何もなかったような気がするんだけど、覚えてないんだよね。他にも使うところあったんでしたっけね？はい。これで、ハートが35。前回、ラスってところでしたっけ？あそこを攻略した時よりはだいぶ強くなったっていう実感があるんだけど、装備が増したっていうかね、こちらの HP が、やはりあれ一撃死なのか。これはきついな、帰りが。もう一回行きますよ。まあ、で、ラスのところのボスが倒せなかったんですね。攻撃力が高いわ、こちらの HP は、ついた時は低いわ、みたいな感じで。でも、あいつ、もう、倒さないといけないのかな、この状態で。この状態で倒す必要がない場合は、あれ、ちょっと後回しにしたいんでね、あのボスというか、あの状況もそうだけど、あそこかなり多分難しいで。嘘だろ？まあ、ちょっと待ってね。そういえば、ミュージアム今考えてたんだけど、確かもうちょっと近くに、セーブポイントがあったんだよね。うちだっけ？セーブポイント取った方がいいんじゃねえか、これ。地図上の場所。ここだったような気がする。違うね。違うね。よし、行こうか。うん、行こう。しょうがない。ここまではいい。ここまではいいんだ。問題は帰りだ。ここだ。ここからが問題だ。おそらく死ぬぞ。ああ、ダメか。あれを発動させたいんだよ、トゲ。よし、いけたー。あー、疲れた。疲れた。急に疲れたよ。セーブポイントあるよね。これ、ないか。もうちょっと右の方な。オッケー。これで落ちたら泣くよ、俺は。落ちて死んだら泣くからな。この土管に落ちたりな。そしたらトゲだからね。セーブ。よーし。さて、といったところで、今回はここまでです。さて、次回はどうしましょうかね。もう本当、最後のワープポイントあるじゃないですか。一番右のワープポイントですよね。あっちから先へ進んでもいいし、ラスのところを行ってもいいんだけど、ラスのところが難しそうだからな。先に、もうちょっと先のところへっていう、おかしいけどね、日本語。要は先のところへ、もうちょっと進んでからのラスのところへ戻ろうと思います。あそこ今行くようなところではないと思うんだよね。ラスって書いてあったところ。といったところで、今回はここまでです。ではまた次回、おびとわでした。